でかさはでかいですからね、これね。シラップも結構勢い使いますけど、まあ僧帽筋はこれだけ上げれば絶対効きますよね。僧帽筋は大きいですね。いい感じですね。いつもこんな感じで、まあ、最後までゴムってことですよね、まあ、止めて動かして、まあ、僧帽筋が動いてるのが分かればですね。僧帽筋が動いてなかったら効かないけどね、はい、OK、じゃあこっちでモストマスキラーと出てるという僧帽筋にね、やっぱりね、あんまやらないの、これは僕、マスキラーこっちでね、こっちからそうですね、うん、こんな感じね、大きいね、楽しくてしょうがないですよ、トレーニング。あ、たまらず。おいくつですかね。26です、はい。トレーニングにも語りますよね、もう。もう理論が出来上がったけど、これからいろいろ。あ、もうヘリクツなんで。いやいや、ぐっと腹筋の中入れて。腹筋もいいかね。あ、グビ、いいよ。よし。今何キロなの ?83 と4、昨日4だったです。大会の時は何キロなの。いや、そうわかんないですね。75オーバーで行きたいです。バック、ダブルバイ。また苦手な。ポーズも一生懸命取るね、やっぱりね。オッケー、サイチェスト。サイチェスト。この辺の一生懸命さがいいね。何もやってますみたいな感じで。はい、ありがとうございます。今日は大晦日こんなことやったっていいのかな。ああ、いいよね。ああ、はい、来年頑張るよね。ああ、来年、ああ今年の、ああ来年は西日本に出たいと思います。はい、まあ、まあ一緒の大会出る人はね、よろしくお願いします。ああ、謙虚な気持ちで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。